さっきと同じぐらい苦しいような気がします。さっきこんな苦しい感じからスワンコ持ってきましたからね、はい、ねまたスワンコですか。そうだねこれね、もう3つ種あるからね。3つありますからね。キムもドラが1枚孤立でもちょっと落ちましたね、ハイパイね。おトンチュンといつのあここが、はい、ハクがトイツになった。スヤブルも軽いですね、はい、これね、うん、ここはさすがに仕掛けて強打取りに行くんじゃないですか。あこのハク、ハクやっぱ仕掛けましたね、うん、仕掛けました土田です、うん、まだこの最強戦今のトーナメントになってからは仕掛けて上がったことがない土田です。そっかさすがにね、まあ、ここは上がりたいですよ ね、 ねリーチボだから4本あるからね、うん、しかもねこういう状況の時に、うん、なんかもういかにもハクポンして上がるしか道がないような手が来てくれるとね、うんうん、ありがたいですよね、うん、それはそれで。また仕掛けた沢崎がウーソーポンです。なんか始まりましたよ、こっからウーソーポン、うん、単陽かトンの重なりかですか、うん、そうですね。あるいは土田プロに対する牽制もあるかもしれません、うん、牽制もあるかもしれません。沢崎さんはね結構牽制を意識した仕掛けも多いですからね、うん、さあいいシャンテン振っていく、そのチュンをポン押したいいシャンテン。誰がこの強卓4テンパイですね。スチーワンです。おー9番引いたんだ、うん、あら9番重ねた、うん、スチーワンこれ、うん、え7枚残ってますか、うん、あみんな仕掛けてる。そうです、うん、キムも急走ポン、みんな仕掛けてる。なんか目が回りそうになってきました ね、 ね一気に空中戦になりました、うん、テンパっていうのはだからこの藤田さんです。ハク果敢です。さあみんな泣いてるしね。お9番だ、ドロドロだ、リーシャンだ、ドロドロだ、リーシャンじゃなかった。5200になりました。いやこれは高いですね。ちょっといやかなり大きいよこれ、これみんなどこまで攻められるんだろう。チーワン引いた、チーワン入って、キムさんもいいじゃんって、いいじゃんって、うん、テンパったリャンピン、ピンおお、詰まった土田がツボです。1326か、でも強卓あるから万が一の上がりだね、うん、そうですね、大きいですね。ハクドラドラの40分1300、2600、1700、3000の上がりです。しかももともと1000点だったのに関してドラドラになりましたからね。やっぱりその9番と9番浮かして重ねるところがすごいね。そうですね、強卓4本で1万点以上の収入になりました、うん。